チールの何でしたっけ。チール026です。026うん、もう焼けついて、マフラー側ですな。そしてこっちがキャブレター側。これは綺麗なものだな。ピストンリングが沈み込んでしょ、うん、こう浮いとればいい。リングがなこう浮いた形になっちゃればまともなんだけども、こういう風に沈んで溶けようたことになっちゃったらもう絶対ダメだ。修復不可能。シリンダーがもうやっぱり同じように傷が入ってる、うん、同じように傷が。でこっちがマフラー側です。こちらこっちがキャブ側ですね。7、8万かかります。両方で7万から8万かかります。1台、中プライのやつを1台買えるぐらい。スピードが高いです、うん、これが排気量が、約 49cc ですね。024が42だから、これが49ですね。そうなったらでも買える人いないでしょ、新しいの。うん、もう、もう何十年も前の機械だから、すげえまで金かけて、新しいの買ってください。